皆さんこんにちは、秋総裁のコーチです。お盆も終わりました。皆さんどのようなお盆だったでしょうか。特に今年は天候がちょっと不順でしたんで、なかなか墓参りに行けなかったよという方も結構おられたと思います。実は今日あるお寺のですね、送り盆法要というのがあって、お墓にまあいろいろ皆さんがお供えされた陶板をですねちょっと集めて歩いたんですね。でその時にいろんなお墓をちょっと見て歩きおりましたら、この享年と行年というのが、あったんですね。でいろいろこう見られとって、ほとんどの方は行年だったんですが、やっぱり享年という、よく享年と行年ってどう違うんですかってたまに聞かれることがあるんですが、ここのボードに書いておりますが、享年というのはですね、天から受けた年数、まあ俗に言う数え年なんですね。で行年というのがおぎゃーと生まれてから何歳まで生きたかという満の年齢、こうなるわけなんです。で今日墓を見ておりましたらですね、もう昔の方はもう去年、圧倒的に数え年というのが多かったんですが、ある昭和のそうですね60年前後からですね行年になっておられたんですね。でまあ私らはまあそういうのをパッと見た時に、ああこれ最後の方に墓石など昔は去年だったがある時から行年にいうのがありますが、実は霊園なんかでもたまに見るんです。で住職さんが代替わりされたとかね、大体その住職さんの考え方、まあいろいろあってんだなというふうに大きな問題に私は捉えて、まあ、ないんですね。でやっぱりというふうに疑問を持たれる方がおってじゃろう思うんです。で特に私がこの業界に入った昭和の終わり頃です。この頃はですね、浄土真宗であろうが何宗であろうが、この宗師宗派で違うのは理由があるのかいのと、まあちょっと被るかもわからないですが、結構享年が多かったんですね、当時は。で平成に入ってですね、広島の浄土真宗のお寺さんも圧倒的に行年というのが、多くなりました。でやっぱり日蓮宗とか真言宗とか浄土真宗以外の宗派の場合は、享年ですね、数え年というのが多いんですね。ですから最初私もね、あんまり享年とか行年ってそこまで大きな関心を自分で持っとらんかったんですけども、やっぱり最近になって、家族層が多くなった影響か、家族の方からいろいろこう聞かれることがあるんですね。享年と行年じゃどう違うんでしょうかと。例えばおじいちゃんは享年でおばあちゃんは行年だったんですよとかあるんですね。でやっぱりそこで答えるのが、まあ詳しいことはわからんのですが、ひょっとしたら住職さんの代替わりじゃなかろうか思いますよと。最近のまあ浄土真宗のねお寺さんほとんども行年で行かれるんで、満年齢が多いんで、やっぱりそこら辺りじゃなかろうかとは私は思うんですが、もし気になるようならまあお寺さんに問い合わせみてください言って聞くんですが、いやいやもう今更あれですよ、ただなんでかなってちょっと思っただけなんですよとかってよく言われるんです。まあ結論で言うと、最後にも書いておりますが、これ問題はないんです。その当時のね、やっぱり時代背景だと一つは解釈していただいたらよろしいと思います。やっぱりどっちが正しいかってよく聞かれるんですが、これ両方ともですね、享年も行年もどちらも正しいんです。もう一遍言うときますが、まあ皆さんこのボードを見ていただいて、享年というのは天から受けた年数ですから数え年で、行年これが満年齢、この世に生まれて何歳まで、まあ、生きて亡くなられたかということになるんで、どちらがどうのいうね、どっちじゃないといけんとか、どっちが正しいないとかいうことはないです。ちなみに四十九日以降の一周期はまあ1年目ですが、三回期、2年目が飛んで、三回期というのは2年目になります。で、あと7回期、そして13回忌、全部1を引いてですね、6年目とか12年目というふうになるんですね。そういうふうに、やっぱり数え年というね、一応例えば6年目にプラス1年足すというふうになるから、やっぱりこれは去年ですね、数えでいくという、法事はですね数えでいっております。そういうふうに今日は去年と行年について、今日ちょっと墓でね、見たもんですから、やっぱりこういうふうにあるんだなと。ちなみにですね、最近私がよくお客さんから、ちょっと地彫りをね、
お願いできんじゃろうかということで、お寺さんは行年で書かれとるんですが、その方のお墓に行ってみると去年になってる。でそこで初めて去年行年の説明を行って、どちらにしましょうかというふうに言ったら、じゃあ先祖がもう去年で行っておるんなら、お父さん今回、お寺さんから行年でつけてもらったけど、お父さんも去年にしてやってくださいという方がですね、多いかったというのを申し添えておきます。今日は去年と行年についてのお話をさせていただきました。以上でございます。失礼します。